Take my hand and see. Let's explore creation's plan. The lonely old black night. My ancestry and history is calling me. I want to see. Hey, just like it used to be. Hey, come along with me. Get our set your spirit free. A part of your black night.収録しているんですけれども、石渡くんのオリジナルの曲と私のオリジナルの曲とお届けをしようって思っています。なんかあれですか、この曲を作るのに結構苦労したとかスッとできたとかって なんかこう思うところはあるんですか？この、うん、割とスッとできた。あ、スッとできたんだ。はあ、あのもともとインストだった曲でそこに歌詞をつけさせてもらったんです。で、これからお届けするわけですけれども、きっとあら面白い曲、難しい曲、いろんな感想をお持ちだと思うんですけれども、まあ歌詞はいろいろ考えました。何かこう意味のある歌詞にした方がいいのか、そんなに意味ディープな意味にこだわらなくていいのか、いろいろ考えたんですけれども、結果はあんまりこだわらないことにしました。それではお届けいたしましょう。Can't you see the sun drops through the sky? Well, with a rule of my own. They can be up with a melody. It's setting on a black and white keyboard.
sun drops, feel the sky with a rule of my own.Just feel his music.
しました。イットは仲がいいんでしょうか。イットはあの別に普通に仲いいと思います。普通に。はい。っていうかもう何年かやらせてもらってるうちにだんだんだんとこう相手が分かってきたみたいなとこはあるかなと思います。うん、切っても切れない。いや切ったら切れんじゃないかと思うけど切るつもりはないという。応援はそうですね。やっぱ CD ね買っていただいた人はすごいみんな言って言ってくれて。そうそうそう、そう私も15枚も買ってくれたお友達がいます。すごいですね。はい、もうありがたい、ありがたい、ね、あんなアバンギャルドのアルバム買う人がいるということ、はい、え、そりゃいる、いなきゃ困るからね。2人でも韓国に行くのにツアーに行くのにアルバム持ってこうよっていうのが発端で、それが延期になり延期になり、やっと11月に出せたっていう経緯だったので、コンセプトというよりは韓国に持ってくんだから作ろうみたいな感じだったんですよね。でどうせ作るんだったら私たちのオリジナルも入れさせてもらって、それで日頃自分たちがデュオで活動してる時にやってて面白い曲を選びました。その結果がよくわかんないけどみたいなことになって。コロナが明けたら行きたいですね。いや、やっぱりソウルとか。ソウルですね、まずは。平壌はちょっと、まあ、平壌ないと思うんですけど、ね、まあ、オファーがないと。オファーもないし、店もないんじゃないですかね。どの曲もすごいお二人のなんかやってきた中でできてきたアレンジとか、なんかいろんなそういうバリエーション飛んだ曲なので、ぜひ、みんな買って聴いてください。こんなに長く続くと思ってなかったんですけれども、こうやっぱり得難いピアニストなので、今後あのぜひアルバムをお聴きいただければなって思います。これからもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。